アリエル・ミランダ・ギルは、キューバ共和国ハバナ州ハバナ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。CPBL での登録名は、ミーランたち。クボでの登録名は、キューバの国内リーグである、セリエナショナルでベースボールのバケーロスデラーバナナド4、球団で2007年から2013年までプレーした。亡命を経て2015年5月23日に、 ボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。この年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・オリオールズ、A 級フレデリック・キーズ、AA 級、ボーイベーソックスでプレイし、3球団合計で14試合に先発登板して6勝3敗、防御率3.6071奪三振の成績を残した。2016年は、開幕をトリプル A 級ノーフォークタイズで迎えた。 7月3日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビュー。2016年7月31日にベードマイリーとのトレードでマリナーズへ移籍した。移籍後は8月4日に昇格すると先発ローテーション入りした。移籍後は11試合に登板し、うち10試合が先発登板。防御率3.545勝2敗、ホイップ1.09という安定した成績を残した。なお、 オリオールズでの1登板を加えると、防御率3.88ホイップ1.12という数字になる。2017年は8勝7敗。2018年7月4日に試合に登板したものの同日に自由契約となった。2018年7月17日に福岡ソフトバンクホークスが獲得を発表。背番号は19。 8月18日に京セラドーム大阪で行われた対オリックス戦において来日初登板を先発投手として迎え5回に3を投げ初勝利を飾る以降先発ローテーションの一角を担い8試合に先発登板し6勝1敗防御率1.89の成績を挙げるポストシーズンのクライマックスシリーズにおいては 日本ハムとのファーストステージ第1戦と西部とのファイナルステージ第2戦に先発登板。広島東洋カープとの日本シリーズでは第3戦に先発登板し勝利投手となりチームの日本一連覇に貢献する。2019年3月30日に行われた対西部戦において開幕先発ローテーション2番手として先発登板を迎えシーズン初勝利を挙げる。 5月19日の日本ハム戦では先発で4回に失点で降板したが、試合が5回終了後、コールドゲームになったため勝利投手となった。先発投手が5イニング未満で、勝利投手となったのは2000年8月22日のオリックスブルーウェーブ戦で、日本ハム関根博之が記録して、以来19年ぶりパーリーグ9人目のチ記録となった。 この年は前年より防御率を悪化させたものの、当番機会を増やし、前年を上回る7勝を挙げたが、同年11月28日、翌年の契約を結ばないことが球団より発表された。2020年1月7日、CBBL 中心兄弟との合意が発表された。2020年は開幕投手を務め、5回1失点と試合を作るも、 ミランダ自身に勝敗はつかなかった。二等番目の統一ライオンズ戦で七回を投げ切りに失点で来代初勝利を飾った。5月24日の富国ガーディアンズ戦で前の打席で本塁打を打たれた林増則に対して小石球を与え退場処分となった。6月20日の楽天モンキーズ戦で自己アーストの四飛本塁打九失点を起死自身を連敗となった。 次の登板となった同月28日のトミクに、ガーディアンズでは7回3失点と高騰し、約2ヶ月ぶりに勝ち投手となった。8月5日の統一ライオンズ戦で、CPBL 史上4人目、史上5度目となる1イニング3者3球三振を記録した。最終的には1年間ローテーションを守り自身初となる2桁勝利を記録した。 台湾シリーズでは9回1失点で関東勝利を果たすなど1勝1敗、防御率2.87を記録した。オフに、球団が残留交渉をするも難航し、自由契約となった。2020年12月23日、韓国プロ野球、トサンベアーズと契約した。入団契約金は15万ドル、年俸は55万ドルに決まった。 2021年9月1日の大気やタイガースダブルヘッダー1回戦では9回西までノーヒットのオーランを続けていたが達成寸前で僕3にル塁打を許し記録が途絶えたしかし直後の打者であるサイ・アキラ・を打ち取り5から0の完封勝利を収めたありがとうございます